知らない人も多いと思うんでね、自己紹介しておきます。あの高井成之という芸名でやらせていただいてます。本名はみんなの天使 MAKO まこです。名前だけでも覚えていってください。よろしくお願いします。はい、まあね、よく本名と芸名が全然違うんじゃないかって言われるんですけどね。で、なんでこういう芸名になったかっていうと、話せば長くなるんで、まあ一言でまとめますと、まあ成り行きで、まあよろしくお願いします。まあ私いろんな、まあ吉本の芸人じゃないんですけど、フリーライブいろんな名前で高井成り行き以外でも出てるんで、まあ例えばスサノオの誠だったり、嘘から出た誠だったり、超絶可愛い真子だったり、 JK ブランドが捨てられない真子とか、そういう名前でいろんなフリーライブに出たりするんでね、名前多いんですよね。だから結構楽屋とかで芸人さんと話すんですけど、まあまあいろんな呼び方がされるんですよ。例えば、あ、すいません、高井成り行きです、あ、インスタグラムにめっちゃオムライスの写真上げてる人ねとか言われるんですよね。いや、オムライス以外も上げてますよ。パンケーキとか上げてますよ。まあ、気になる方はインスタグラムにハッシュタグスイーツが主食ですって打ってください。多分私のインスタに繋がります。まあ、それどうでもいいんですけど、ちょっと若干今日かかってる日なんでちょっと噛みますね。そこはご愛嬌ということで。で、あと他にも、あ、TikTok でめっちゃハニワ踊ってる人、いや踊ったの、最後に踊ったの2ヶ月前ですよ。2ヶ月前に月中の月中の月になっちゃダメっつーのを2ヶ月前に踊ったのが最後ですからね。ねえ、あともう言われたのが、さっきも言いましたけど JK のコントとかやってたんですよ。だから JK のコントとかやってるから、ツーステとか休みの日行ってるんで、え、結構移動とかあるんですよ。で JK の格好でそのまま移動してめっちゃ息上がってたら、同業者の芸人に、ああ本物の変態現れたって言われたんですけど、なんか私が変態って言ったら本当の変態の方に失礼だと思うんですよね。多分この後出てくると思うんで、このライブに、まあ、誰のこと言ってるのかと楽しみに見ておいてくださいという話なんですけど、まあ、そんなことどうだっていいんですけどね。で、何でしたっけ、あと、まあ、こんな感じの喋り方じゃないですか。だからなんか出待ちのお客さんに言われたのは、学生芸人さんですかって聞かれたことあるんですよね。私そんなに若く見えます？いくつに見えます？昔見てたアニメはちなみにジュエルペットです。どうでもいいですけど、あとあれなんですよね、結構前のネタでも言ったんですけど、あの同期が好き、まあ、人力車の箱推しなんですけど、で特に同期が好きすぎてバイトとかライブとか被ってないと、まあ、バカバカ毎月行ってるんですけど、まあ、それどうでもいいんですけど、でその同期のライブとかもちょく行ってるんで、なんか同期の桜とかも言われてます。で、あとまあ話は変わるんですけど、めちゃくちゃ虚弱体質なんで、うん、まあちょっと かかってるんでちょっと気にしてあげてください。で、まあめちゃくちゃ虚弱体質らしく、なんか季節の変わり目体調崩すんですよ。だからなんか温室育ちのお嬢様だったって言われたり、なんか半分優しいからなんかバファリン系女子って言われたり、あと何ですか、あとなんか付き合ったことないんですけど、なんかメンヘラ製造機って言われたり、なんか敬語で話すんですけど、切れるとめちゃくちゃ口が悪くなるから、二重人格だからジキルとハイドって言われました。あと最近なんかもう生物学上は男なんですけど、なんか女子とかさっきから言ってるんで、なんか狼の皮をかぶった羊姫とかも言われてるんですよね。最近その漫画読んでないから分かんないんですけどね。まあいろんな名前があるよっていう話なんですけど、私が言いたいことは一つです。とにかく投票用紙に1から5まで高井成之の名前はどっかに書いといてくださいという話です。どうもありがとうございました。